ててて。今日もアニメレビューの時間です。いつ梅雨は明けるん？曇りって書いてあったのに雨が降ってたよ。意味がわからない。もう曇りは雨と思った方がええんやろうな。信用でけへんもん。みんなも突然の雨にお気をつけください。そんなわけで今日のレビューはこちら、ハイキューだよ。またいきなり唐突にレビューしましたね。先週原作の連載が終わって話題になっててさ、なんか面白そうだし見てみようと。硫酸の気まぐれ大爆発や。この作品一言で言えば王道のスポーツアニメなんだ。主人公は子供の頃テレビで背が小さくても活躍する高校バレーボール選手を見てバレーボールに憧れるんだ。おーベタですけど分かりやすい始まりや。そして一気に時系列が流れて中学3年生。主人公が中学生としては最後の公式試合に出る。最後？ちなみにチームは寄せ集めでバレーボールの経験なんてほとんどない主人公の友人たち。いやこれ一体どんな状況なんや。本来こういう部活者は部員集めから始まったり主人公が入部するというところから始まることが多いけど、この作品はいきなり試合から始まる。主人公の中学校は男子バレー部がなかったんだ。そんな中でも彼はたった一人3年間男子バレー部員であり続けた。一人で練習し、たまに友人にトスを上げてもらってたんだ。3年間も？うん。だからこそ友人たちは主人公のために最後だけでも男子バレー部員として試合に出てくれたんだ。主人公の3年間の努力を見てきたからこそ彼ら必死で主人公のためにボールをつなぐ。彼の3年間が少しでも報われるように必死になる姿は熱いんだ。なんか最初からクライマックスみたいなアニメやな。当然勝てる試合のわけがない。だけど主人公は必死にあがき、必死に最後の一瞬まで勝とうとするゾワッとする勝利への執念が絶対的な主人公の存在感につながるんだ。めちゃめちゃ本気や。物語における主人公ニクールの作品だからこそ1話でそんな主人公の存在感と魅力をぐいっと掘り下げて描いてるんだ。1点でも入ると喜ぶ主人公の姿に思わず見てる側も応援したくなる。どんな状況でも勝利を追い求めている姿は紛れもなく主人公なんだ。3年間一人で頑張ったんやもんな。ライバルに出会い、そんなライバルにリベンジを誓い、彼の中学バレーは終わるんだ。本当に気持ちがいい1話で、まっすぐに王道で魅力のある主人公の存在感が際立つ。この1話に欠点らしい欠点はまるでない。完璧と言ってもいいくらいなんだ。個人の好みの問題はあるかもしれへんけど、確かにめっちゃ王道で気持ちがいいですね。そして時系列は高校入学へと進むんだ。ライバル宣言したはずのキャラと同じ高校に入ってしまい、さあ大変。草、同じ高校やったらライバルではないわな。この作品基本的には王道なんだけど、ベタな展開ではない。予想外な展開をすることも多くて、それがいい意味で予想できないストーリーを生んでるんだ。ライバルになるはずだったキャラが受験に失敗し、同じ高校に入りチームメイトになる。敵ではなく味方になったからこそライバルじゃなく互いを高める相棒になっていくんだ。いいですね。努力友情勝利や。この作品バレーボールのルールや用語の説明もうまいんだ。変に説明口調で説明するんじゃなく、キャラクターが語ることで見てる側に伝えてる。語る。主人公の相棒こと影山、彼はセッターというポジションに熱い思いがあるんだ。セッターは選手の動き試合模様を見極めてうまくボールを攻撃する選手に運ぶような役目なんだ。なるほど。そんなセッターというポジションを彼はこう語る。セッターは司令塔だぞ。支配者っぽくて一番かっこいいだろ。めっちゃ子供地見てて草。変に説明口調で説明するんじゃなく、こうやってキャラクターに語らせたり、実際の試合の中で各ポジションや技を見せることで見てる側に伝えてるんだ。だからバレーボールの知識ゼロで見ても何の問題もない。いや、めっちゃ劇画長なんやけど。彼は中学生時代、彼の才能にチームメイトがついてこれなかったんだ。チームメイトよりも一つ飛び出た才能があり実力があった。だから浮いてしまったんだね。ああ、才能があるがゆえにってやっちゃな。だけど主人公という存在に出会えたんだ。彼のトスに必死で食らいつき、彼の本気についてきてくれる相手に、ようやく彼が本気を出せる相手が主人公なんだ。おお。主人公はバレーボール選手としては背が小さい。でもそんな背の小ささを補うような俊敏性、跳躍力がある。だからこそ影山は主人公が目をつぶっていても理想的な場所にボールを落とする。目をつぶっていても互いの能力を理解し、互いを理解したからこその信頼関係から生まれる技なんだ。序盤のこのライバルから相棒への変化という流れは美しさすら感じるよ。まっすぐで綺麗なストーリーなんだ。そして癖のある先輩たち、あ、なんかバカっぽい。スポーツアニメは必然的にキャラ数が多くなるけど、この作品はメインキャラを序盤から中盤にかけてものすごく丁寧に描いてるんだ。先輩たちも一気に出すわけでなく、ちょこちょこと出しながら、どんな先輩か、
どんなポジションかというのを丁寧に描いてる。一人一人の印象がきちんとつくんだ。先輩たちから指導を受けてぶつかり合い、それがやがてチームとしての実力になっていく。めっちゃ嬉しそう。この作品、キャラクターの成長の描写がうまいんだ。何度も失敗し、何度点を奪われても、そこから学び、仲間との信頼を築く。そして、それが点につながる。ご都合主義というのを、この作品はうまくごまかしてる。本来、スポーツアニメは、作者の手のひらの上で試合が展開されてる。私は、それが透けて見える作品が大嫌いなんだけど。基本的に、龍さんはスポーツアニメ嫌いやからな。この作品は、そのご都合主義を感じる部分が薄いんだ。一人一人のキャラが、生き生きとバレーボールというものに真剣に挑み、バレーボールが好きだからこそ楽しんでる。その楽しそうな感じと納得のできる成長模様、そして素晴らしい試合の描写があるからこそご都合主義を感じない。試合の描写、スピーディーに展開する試合なんだけど、緩急をしっかりとつけてるんだ。移動するシーンは素早く、決定的なシーンはスローで、当たり前とも言える演出なんだけど、そこにキュキュッというシューズの音、ボールを弾く音が混じることで、本当の試合を見ているような感覚になるんだ。時折劇画のようなタッチになることもある。だけどこの作画の変化がしつこくない。一瞬だけ劇画タッチにすることで、より迫力を生んで、それが息もつかせぬ臨場感につながってる。基本的な演出はしっかりしつつも、劇画タッチとかで迫力を出したりするんやけど、しつこく流行らへんのやな。一瞬だからこそ際立つものがあるってことやな。見ていて気持ちがいい、見ていて楽しい試合。そんな中で一人一人がきちんと活躍するからこそ面白いんだ。ストーリーの緩急、緊張と緩和の使い方もうまい。高校に入って初めての他校との試合、そんな試合に主人公めちゃめちゃ緊張しちゃうんだ。チームメイトもちょっと呆れとるやん。緊張でゲロっちゃうわ、ゲリっちゃうわで、もう大変なんだよ。お食事中の方申し訳あらへんな。そういうコミカルなギャグも入れ、そこからきちんと真面目な試合が描かれる。チームメイトがミスをしても決して責めず、互いが互いをフォローし、キャラクター同士の関係性が深まる。試合の中で主人公たちのチームが確実に成長しているということを見ていて感じるんだ。自分の何がダメのか、強い相手にどう立ち向かえばいいのか考えて、それが結果につながる。試合の序盤までゲロったりゲリってた主人公なのに、試合の終盤にはこれぞ主人公だと言わんばかりの活躍を見せてくれるんだ。ギャグみたいなシーンからこんなゾクッとするようなシーンにつながる想像ができないだけに、ギャップがすごいですね。バレー部の顧問の先生はバレーの知識はほとんどないんだ。そんな先生が彼らの試合を見てこんな言葉を漏らす。僕はバレーボールに関してまだ素人だけど、何かすごいことが起きているのはわかる。きっと君らは強くなる。先生と同じことを視聴者も感じるんだ。ご都合主義だったり何か特殊能力で謎の力が働くわけじゃない、純粋なバレーボールの試合に見入られるんだ。はい、なんかほんとストレートにバレーボールっていうものを描いてるんですね。青春ストーリーという側面ももちろんある。特に3年生のストーリーが描かれるとよりその側面も強くなる。新入生である主人公たちと違い、3年生だからこそいろいろな思いがある。一度挫折したもの、優秀な1年生にポジションを奪われそうなもの、そんな先輩たちは積み重ねてきたものがある。3年間の積み重ねと才能のある1年、その比較をきっちりと描いてるからこそキャラクターがより際立つんだ。バレーボールは決して一人でやる競技じゃない。優秀な人が一人だけいても成り立たない。だからこそ積み重ねてきた信頼のある3年生たちは強い。きちんと先輩たちがなんで強いのかっていうのも描かれてるんやな。主人公たちが戦う他校のキャラクターもクセモノ揃いなんだ。出た瞬間に印象がついて忘れられない。そんな印象がついて、さらに試合で活躍することでより印象が深まるようになってる。なんかこのにやけ顔微妙にムカつきますね。彼は及川接待でありすごく優秀なんだ。主人公たちと戦いながら弱点をあっさり見抜き、作戦もあっさりと見破っちゃう。だけどそれが見てる側にもわかる。主人公の弱点、主人公たちのチームの弱点や欠点というものが他校との試合できっちりとわかるんだ。そういう欠点をついてきそうなタイプですね。めちゃめちゃついてくるんだよ。ミスを誘い、そんなミスが焦りを生んで、さらにミスを生む。頭脳戦と心理戦を巧みに使って圧力をかけてる敵なんだ。めっちゃ嫌なタイプや。同じセッターだからこそ、同じ学校出身だったからこそ、主人公の相棒でもある彼は焦る。そんな中でのキャラクターの見せ方がもう素晴らしかったんだ。素晴らしい。ベンチにいた控えの3年生と交代するんだ。彼は試合に勝つことを優先し、自分はベンチでもいい、できるだけ多くの試合に挑んでいつかコートに立てればいいと言っていたようなキャラなんだ。ベンチですか、要は控えですよね。でも彼は3年間セッターとして頑張ってたんだ。才能あふれる1年が入ってくるまで彼はカラスの高校のセッターだった。
たとえベンチにいてもチームが勝てばいい。誰よりもチームのために、チームを見てチームの勝利を願ってた人物だからこそ、彼にしかできないことがある。彼はいい人なんだ。明るい好青年でみんなから信頼されてる。影山がしないような指示、点が入ったらしっかり褒める。彼にしか出せない優しい空気感が生まれるんだ。おおな、なんかすごそう。頭脳戦と心理戦で追い詰められて焦ってた状況だからこそ、彼の存在と空気感と指示が状況を変える。才能は1年に劣っている。でも彼の3年間は決して無駄じゃないって感じるシーンなんだ。あ、私そういうシーンダメです。うん、私も涙腺崩壊してた。彼だからこそできるセッターとしての行動やセリフ、そこから点につながる流れが何個感動しちゃうんだ。彼は決してベンチを温めてるだけじゃない。このチームに2人のセッターがいる。そしてそれにきちんと意味がある。無駄なキャラクターが1人もいない。キャラは多いのに無駄なキャラがいないっていいですね。彼が再び交代してベンチに戻る時のセリフがいいんだ。勝てよではなく勝つぞ。チームの一員だからこそ、一緒に戦ってるからこそのセリフに鳥肌が立つ。おお、ちょっとした違いなのに印象変わりますね。終盤の試合の展開はまさに手に汗握る、息もつかせぬような試合なんだ。一人一人が味方も敵も全力で試合をしてる。どっちが勝ってもおかしくない、どっちが負けてもおかしくない。何度も繰り返されるデュースに両チームが疲弊していく。マリオテニスでもデュース長引くと手汗でぐちよぐちよになりますからね。この試合はご都合主義じゃない。ご都合主義ではないからこそ主人公たちが負けることもある。最後の試合なのに負けちゃうんですか。相手がほんのわずかに1枚上手だった。その差が結果に響いてしまうんだ。でもそれに納得できてしまうのがこの作品の魅力でもあるんだ。追い川ってキャラの存在感やべえですね。敵も味方も関係ない。みんな全力でバレーボールに挑んで全力で青春してる。だからこそ負ければ悔しい。敗北した後のご飯のシーンで泣かない人はいないと思う。そこは硫酸の涙腺がガバガバやから私は信じてへんで。彼らのバレーはここで終わりではない。ここからなんだ。彼らはもっと強くなる、もっと高みを目指せる。俺たちのバレーボールはこれからだ。デニクールが終わる。すごく区切りの言い終わらせ方をしてるんだ。次の試合に対する期待、もっと強くなるであろう彼ら。敗北で終わっても希望に満ち溢れる彼らの戦いを感じさせつつ終わるラストが清々しい。2020年現在4期まで制作されてるけど、放送当時は終わってすぐに2期発表はなかったんだ。もし1期だけで終わっても問題ないような、綺麗に原作の続きにつなげるような締めになってる。ストーリー構成のうまさを感じさせるラストになってるんだ。もし2期があってもなくても一つの作品として区切りのいいラストになってるのはいいですね。この作品癖のあるキャラは結構いるけど、わざとらしさを感じるようなキャラは少ないし、嫌悪感を抱くキャラはいない。だからこそ一人一人に愛着を持てて、一人一人の青春模様が気になって、それがきっちりと描かれてる。プリン頭懐かしいわ。硫酸ようなっとったな。試合の中でも主人公やメインだけでなく、きちんと一人一人がチーム全体が活躍するからこそ見ていて本当に面白いんだ。誰がどこで活躍するかわからへんってことですね。カメラワークのうまさもあるんだけど、絶対にここは主人公が打つって思うところで、それがフェイントで全然違うキャラが打ったりするんだよ。視聴者も騙しちゃうフェイントですか。欠点らしい欠点がない。すごく王道でまっすぐな青春スポーツアニメで、本当に心地いい作品だったよ。なんか最後の最後で女子出てきましたけど。視聴者の中にはハイキューは女性向けだ、下手したらBL アニメだと偏見を抱えてる人もいると思うんだ。少し感想とか見たらそういうのも見かけた。かっこいい男性キャラばかりだとすぐそういうこと言うやつおるからな。この作品はそういう要素はほとんど感じられないし、男性が見ても女性が見ても楽しめるスポーツアニメになってるんだ。で、ちなみにこの子はマネージャーの清子ちゃん。セリフは少ないんだけどめっちゃ可愛いのよ。あざとくない、美人で存在感のあるマネージャー。ちなみに彼女の作画のクオリティは他のキャラに比べて同社比 150% くらいで描かれるよ。めっちゃめちゃ美人や。ぜひ女性向けやら BL だと思ってる方は彼女の美しさと可愛さを楽しむ目的で見始めてほしい。きっと最後には泣いてると思うから。いや、硫酸はほんま簡単に泣くからあかんで。なんか涙もろくなってるのって前頭葉が退化してるらしい。あかん。でも昔から涙もろかったよ。昔から退化してるのでは。じゃん。